オリンダのカーニバルのパシスタパシスタとは、リオのカーニバルなど、パレードにおけるサンバのソロダンサーのこと。日本では一般的にタンガ姿で羽をたくさん背負った女性ダンサーをパシスタと呼ぶことが多い。またパシスタは、エスコーラジサンバの中でも、ほんの少人数のパートであり、花形とされるゆえか、自己顕示欲の強いダンサーがパシスタと自称したがることもある。しかしこれは、 厳密にパシスタとは言えない。パシスタとは、あくまでものっぺがきちんと踏めて、かつよどみなく、シャープで、スムースな踊りができ、またバリエーションのある踊りができる技巧派のダンサーである。またパシスタは、サンバシ場所などでのこれをグラフィーを中心としたダンスとは違い、あくまでも、個人技を披露するダンサーである。従って、 アドリブや表現力が要求される非常に難易度の高いダンスパートである。またパシスタは基本的に羽をたくさん背負うことはないとされる。理由は羽をたくさん背負っていると重くなるので、サンバのペを細かく踏んだり、軽やかに飛んだりと、バリエーションのある踊りができないからである。したがって、同じようにタンが起きて羽をたくさん背負っている、女性ダンサーで、のっぺを多用せず、 また、細やかなダンスのバリエーションや小技を入れない、といったダンサーは、パシスタではなく、これらのダンサーは、ジスタッキジシャ社運というのが正しい。なお、パシスタとジスタッキの違いは、技巧派であるかないかだけで、どちらが上であるとか下であるとかではない。また、パシスタに似たパートで、ハイニャダバテリアなどがある。これは、一般的にパシスタの中から選ばれると思われているが、これも、正しくない。 これはバテリアが主に用紙などから選んだ女性のソロダンサーでバテリアと呼ばれる打楽器体の前で踊る。従ってハイーニャもまたパシスタのような技法はあまり要求されないのが現状で近年リオの多くのエスコーラなどでは有名人やモデルなど外部から招いて踊らせることが多い。なお近年はエスコーラにおけるパシスタの役割や人数は 減ってきており、アーラス・ダス・パシスタスとして、それらパシスタを同じ衣装を着た一つの集団としてくくることが多くなっている。また、日本ではパシスタは女性だけで、それに代わる男性ダンサーは、白のスーツなどを着て踊るマランドロだと思っている人も多いようだが、近年のブラジルにおけるサンバパレードではマランドロが登場することも少なくなっている。また、 男性のパシスタもきちんと存在する。ちなみに女性はパシスタフェミニーナ、男性はパシスタマスクリーノという。マランドロはかかとで踊るが男性パシスタは女性パシスタと同様につま先で踊る。リオのカーニバルでは優勝や順位とは別にメディアのグローブがエスタンダルジジオウロというショーの中で男女のパシスタを選び発表している。ありがとうございます。